キューベース13.0.30のバグの回避方法と今後のアップデート、個人的な要望をお伝えしようと思います。えっと、まずバグの回避方法ですけど、あの、インストルメントトラックを削除すると DAW が落ちちゃう件について、それの回避方法をお伝えします。 まあ適当にインスリメントトラックを立ち上げて。わ、これま,まだなるんや、これ。ライセンスノットファウンドって。ノーライセンスファウンドって。これやばいよな。まあいいけど。ちなみに。 これ自分だけなんですかねノ,ノ,ノーライセンス、あの、サインバーグ純正の、あの、プラグインがノーライセンスファウンドになるたまに。ま、あそれは一旦置いといて、この、バグが発生する条件として、インスペクター画面に、このサイダーが表示されてると、えっ、ー、と、 トラックを削除したときに、えー、キューベースダウが落ちますですのでフェーダーを非表示にしてからリムーブトラックで落ちませんでこれ他のトラックでも検証してみたんですけど、えー、インスルメントトラックだけっぽいです オーディオトラックとかグループチャ、グループトラック、FX チャンネルはならないです。このマルチで立ち上げてる場合はどうなんのかなって、これは検証してないけど。ちょっともう一回、他のパッドショップどうやろ。パッドショップ。 こっちはならならいんだもうひどいときはもうサインバーグの純正イ,インストゥルメンツ全部あのノ,ノ,ー,ライノーライセンスファウンドになるんですけどでこれもイ,インスペクター画面にフェーダーが表示されてないことを確認してリムーブトラックはいこれで回避できます このバグは、えー、と次のアップデートで解消されるようです。えー、すなわち、えー、フェイダーを表示していてもしていて、していって、してる状態でトラックを消しても、えー、落ちません、まあ。当たり前ですよね、そんなの。だって、フェイダーが一番見るでしょう。まあ、一番、まあ、インサートフェイダー、 インサートセ、センド、フェイダーは一番見るでしょう。インスリメントトラック。で、でまあ、これはバグじゃなくて改善してほしいポイント。このミキサー画面、すごいデザインは良くなったと良くなったと思うんですけども、この下のこのミキサーの数値がめちゃくちゃ小さいんですよ。 これはみんなお、みんなそうだと思うんですけど、このこっちのミックス画面でも小さいので、これはちょっと前の12と同じぐらいの大きさに戻してほしいなと思います。で、あとすごく細かいんですけど、この VST の マルチ、マルチティンバーで立ち上げたやつの、このマルチアウトプットを選択するやつで、チェックマークをつける、つけて、そのマルチ、 じゃなくてアウトプットチャンネルを選択するんですけどこれが13になってからチェックマークになってるんですよ12の時はなんか丸にボタンを押すみたいな表記だったんですけどそっちの方が好きだったのでそっちに戻してほしいです 先のあと、それと、この、このノーライセンスファウンドもそうなんですけど、あの、いまだに、ライセンスが、あの、オンラインライ、あのサインバーグ、なんていうの、要は、e- ライセンサーからまだ移行できてないやつがあって、それが何かっていうと、 あのエフェクト系、これ別売りで別売りっていうかまあ純正ではあるけど優勝のこのプラグインまあ僕持ってるのはこれだけなんですけどこれが唯一対応あの新しいオンラインアクティベーションに対応できてないのでこれちょっといい加減 移行して欲していんですねサポートに連絡しないとやってくれないのかなこれ、このテープデッキめちゃくちゃよ,よくて、個人的にめちゃくちゃ使ってるんで、使わないっていうことはありえないので、はい。早く、あの、いいライセンサーが廃止される前に、移行してほしいです。 で、トラック削除。フェイダーが表示されてないことを確認して、トラックを削除。はい。以上です。